アルトル・ベルソンとリヒャルト・アスマン・アルトル・ヨーゼフ、スタニスラウス・ベルソンはドイツの気象学者で高層気象学の先駆者である。ガリツやロドメリア王国のノイ・ザンデツ出身。ノイ・ザンデツのギムナジウムで学んだ後、ベルソンはウィーン大学で文献学を学んだ。その後、彼はフンボルト大学ベルリンにおいて気象学と地理学を学んだ。その時の教官の中には、 フェルディナント・フォン・リヒト・ホーヘンや、ビルヘルム・フォン・ベゾルトラがいた。1890年、彼は、ベルリンの気象研究所で、リヒャルト・アスマンの助手となった。また、この頃彼はドイツ最小の航空工学分野の、組織である、ドイチェン・ファーイン・ツア・フォーダーンであら、フッチファとの幹事も、務めていた。1900年、ベルリンのテーゲル地区に新設された、航空観測所において彼は、 ハウプテブザーバターとなった。その後、ベース港にあるリンデンベルク航空観測所に移転した。1896年から1899年にかけて、ベルソンは、ザイトシュリフトファーラフトファートウントフィシックでアートマスフェア、市の編集者であった。ベルソンは、科学調査のために、熱気球による長距離飛行を行ったことで広く知られている。年月日、 彼はフェニックスと名付けた水素気球に乗り込んで当時の最高記録であった高度9155メートルまで上昇した。1901年1月10日、彼は砲兵将校のアルフレッド・ヒルデブロントと共に気球に乗りベルリンから飛び立ってスウェーデンのマーキャレットまで飛行した。これは史上初めてバルト海を飛行によって越えた快挙であった。 1902年1月10日、彼は気球乗りのヘルマンエリアスと共に気球による長距離飛行のドイツ国内記録を更新した。この時は二人でベルリンからウクライナ中央部のポルタバまで飛行した。1890年代、彼は外国の気球乗りたちと国際的な同時上昇飛行に参加していた。これらの上昇飛行は ヨーロッパ域内の異なる場所の上空でどのような気候状況の違いがあるかを研究するために行われ、この作業を通じて観測方法の統一が図られるとともに高層気象学という新しい科学の分野において国際協力が進んでいくこととなった。1901年7月31日、彼は気象学者のラインハルトシューリンクと共に飛行した。これが彼の行った 飛行の中で最も有名なものである。ベルリンのテンペルホーフからプロイセン号に乗って飛び立ち、ベルソンとシューリンクは最終的に海抜1800メートルに到達した。高度6000メートルで圧縮空気が必要になり、1万メートルで二人とも機を失ったが、その後正気に戻り、ブランデンブルク州オーダーイコールシュプレー軍のブリーセンに着陸させることができた。着陸したのは、 飛行を始めてから7時間半後のことであった。彼らの記録的な上昇は科学的にも重要な意義を持っていた。飛行と同時に飛用された無人の大気観測気球の気象観測結果がベルソンとシューリンクの上昇飛行で観測された結果と一致したのである。この結果を受けてリヒャルト・アスマンらの科学者たちはそういった無人気球によって観測された気温データを疑う。 理由は、もはや何もないと考えるようになり、このことが1902年のアスマン及びレオンティスランド、ボールによる、清掃権発見につながる重要な要素となったので、ある。高高度飛行のもう一つの重要な側面として、気球乗りが、かなりの高高度に達した場合に経験する、生理学的な問題があった。そこでベルソンは、生理学者のヘルマン・フォン・シュレーターや、ネイサン・ツンツを補助して、 航空医学の分野での先駆的な実験を行った。その実験では、上記の二人の生理学者とともに高高度気球飛行を行ったほか、ベルリンのジュディス県クロン県ンハウスにあった減圧室を使って減圧症に関する詳しい研究が行われた。その他の主なベルソンの業績としては、スバルバル諸島での気象観測妥当を用いた気候学的研究や、 ドイツ領東アフリカにおける先駆的な気象観測、そしてアマゾン盆地上空の高層大気の研究などがある。ありがとうございます。